結構白ヶ瀬川じゃない。攻め。なんでこんなババアポジションなんだよ。ドライブ美容室や。まだ出るかな名所で。知らん。今何時？1時3分。次が出ないね。事務所じゃなくて、まあ、やべ、ネットつながんなくなっちゃったよ。やばい、電波が入んないよ。電波つながる？つながんなくなった。やっぱり？あ、でも GPS でも無理か。電波つながんないよね。つながんない。じゃあ下降りてから調べよう。待ってね。ダメかな。LINE で住所送ってたりとかないよね。待って。画像はどうだろうね。送った覚えねえな。でもここ出てるかな。あー、中筋川ダム。あ、これダメだ。郵便番号出てないんだよね。郵便番号だけじゃそのエリアしかわかんない。すくも市平なんとかもしかわかんない。じゃあ下降りたら、下降りたらダムカードありますのサイト見て、うん、でその中筋川ダム、高知県のダムの中筋川ダムがなんかね、そこ見ると土日のみ配布的なことをとも取れるような書き方してるから。あ、本当だ。土日および祝日って書いてあるよ。どこに？なんでサイト繋がんの？画像。画像？なんの？見たらなんかこれは同じやつか。ダムカードありますのサイトでちゃんと。それか月曜から金曜こっちにってことじゃない？中杉川総合館開発工事事務所、うん、そう、その可能性があるから。ダムカードありますのサイトでダムでもらえるのかも合わせて。実際の標識や交通規則に従って運転してください。とりあえず入れただけ。3時にしてんだよね。一応そう。ちょっと不安になってきた。パシフィック
やる？長いな、これ。ここまで来ればもう実際の標識や交通規則に従って運転してください。違反てか電話する、ちょっと。そうだね、その方がいいかもしれない。ちょっとおかしいなと思った。実際の標識や交通規則に従って運転してください。3時半、5時途中で一回電話した方がいいのか。うん、じゃあ道の駅どうする？遅くなると電話して。結局ほらダムカードを手に入れないわけにいかないから。あ、もらってからの方がいいか、その時間、うん、でその時間を見て、すくもの道の駅はパスして直接宿に行くか、ちょっと遅れるって言って、うん、道の駅行くか。はい、ということで、横瀬川ダムの建設現場でした。はい、ここから中筋に向かうのかな、川ダムの。そう、一応ねその予定ではいますが、確認をしてからじゃないか。時間が怪しいんで確認をしてから
でも中筋か。いや。ダムかでないのかな。見つけないのかな、動画見て。ダムだ。あ、ダム。どこで提供してるか。四国の形をしたダム、ダム違う、ね、お皿だったからね。あれちょっと見てはみたいよね。うん、明日はね、そんな急ぐことはないの、朝そこまで帰る、まあ、帰りって考えたら、明日朝起きて、うん、何を見るかによって変わってくるよね。あと残ってないこの海洋続きか、桂浜もあるし、あそっか、欲張り出すと定位港もあるし、地球33番地もあるし、コースでもう一泊コースなの。え、もう一泊すんの。だってコースから抜け出らんない可能性がある。そろそろどう電波、え、そう電波どうですか。そうでもない。はい。なんて書いてた。なんだっけ、ダムカードありますね。中筋川ダムのまず今日中筋川ダムに直接行ってダムカードがもらえるのかどうか。筋川ダムの管理事務所もらえそうなの？筋川ダム、うん、管理庁舎ってなってる。およそ700メートル先。ダムに直接行ってもらえるの？中筋川ダム。管理庁舎が。何？管理庁舎って何？その場所が。管理庁舎って何？管理庁舎？庁舎。
中杉川ダム管理庁舎って書いてある。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。右方向です。およそ300メートル先、左方向です。まもなく左方向です。左方向です。電話した方が管理庁舎、ちょっともう一回調べ、けどでも土日祝日は含まれ、実際の標識や交通規則に従って運転してください。およそ600メートル先、右方向です。目的地の到着予想時刻頃の天気は曇り、およそ300メートル先、右方向です。土日祝日を含むって平日もってことだよね。まもなく右方向です。
何？さっきのほら見せたり、あの LINE で送った。電話して聞いてるんだよ。この不安なら。それが確実だと思う。電話はできるんでしょ？そのこっち行けば、あ、土日だったら、うん、両方もらえるってことでしょ。逆に言うと、だから平日は今から行くダムでは、その今取った社名はあって、今取った横瀬川、そう、横瀬川は配布してないって。とかダメじゃん。どこでもらう。だからさっき言ったこのもう一個の方じゃん。まもなく右方向です。総合開発工事事務所中筋側の。もう土日に配布してんだったら電話して聞いてもらえると思うんだよ。特徴無線です。でその管理庁舎の場所ってどこなの。今日、横瀬川ダムのダムカードもらえる場所
ここにあるんだよね。左方向です。ここに。ごめん、団地だった。その奥か。看板ここでしょ？でも、もう方っぽいのないの？うん、右になってたし、ああ、ここか、工事事務所。そうだね、大局の方だな。で、下のね、この人かな。今日は中筋がダムパスでいいかな。ひょっとしたらここでもらえるかもしれないしな。うん、これ多分両方配布してるみたいよ。ただほら、中筋川のダムは行ってないから。ああ、そこ、うん、まあ、パスかなって、今日は。なんだっけ、中筋川と今の建設しのがよ、なんだっけ、横瀬ダムだっけ。そうそう、横瀬川ダム、横瀬川ダム。